と今日ちょっといいかもしれない顔が。はい、誰も言ってくれないんで自分で言いました。俺は、うん、いつも通り。いつも通りがいい、いい感じ。そうなんだ、いつも通りでいいの。いつも通りいい感じよ。あんたもね。ありがとう。うん、金くれ。はぁ、開けといてあげるからビール。はい、ありがとう。優しいから。あ、もうちょっと、うん、分かった分かったから、自己肯定感高いの分かったから、それはもう前に出しすぎないで言ってるから。いいよ、いいいいじゃん、別に全然いい、全然いいんだけどね。え、なんかまたすごいの作っちゃった俺。いや、すごいね。レシピがあれば何でもできるってこの間。そうよ、何でもできるんだから。公言してたもん。うん、料理作る人とか何でもできるぐらいの持っておかなきゃ。もうやっていけないじゃないか。もうビール飲んでいい？どうぞ。どうぞどうぞ。なんとかピザ、明太マヨピザかを作りました。あんたダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、どれもダメだから。あんた、ああ、なんかいいことないかな。いいことあんの？最近いいことあった？最近いいこと、うん、まあ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 、多少なりボーナス出たから。あ、それは絶妙にいいわ。うん、いただきます。あ、おはよう。生、うん、アルミないかと。ああ、それとそっちに。なんかさ、はい、アルミホイルをさ間違って噛んだらさ、うん、めちゃくちゃ電気が走って痛いよね、銀歯があると。うん、やばいよね。うん、今銀歯の人ってあんまりいないよね。昔とか銀歯、そうなの。うん、昔とかさ銀歯だったじゃん。うん、今白いやつじゃん、セラミック。うん、へえー、そうなんだ。まあ見栄えはいいのかな、そっちの方が。うん、でもなんかちっちゃい時さ、銀歯に憧れなかった。わかる。大人の階段よね。ね。うん。わかるわかる。なんだろうね、あの感覚。だけど大人になった気がするんじゃない。いや、歯が悪い。銀歯が生え。歯が悪いだけなのにさ。ただ虫歯になってただけなのに。うん、確かに。そう、合う。美味しい、合う。美味しい、ね、美味しい。食べない？食べたわよ。食べたいね。でもいいよ、とりあえずそれ食べて。うん。あ、あんしようか。あ、うん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 。銀紙やめてよ。やんないよ。なんかそう、ほじくってさ、銀紙ついてるとかやめてよ。なん？熱い、熱い、熱い。待って。あん、そうできんなら普通に食ってる。なんで下ろせんねん。違うよ、今、もちまるちゃんが。はぁ、もちまるちゃんガードしてあげて。はい、わかりました。はいはい、どうぞ。熱いから気をつけて。どう？うま。美味しいね。あ、うま。美味しい美味しい。よく作ったやつで教え、レシピ教えてくださいっていうのあるから、うんうん、それはちょっとコメント欄の方に載せようかなと思います、うんうんうん、何でも作れちゃうんですよ私。レシピがあればね。レシピがあれば。自分で研究しようとはしてません。いや、美味しいよ。うんうんうん、食べな、食べて。うん、あー、うまいな。こういう時に幸せってちょこっと思うけど、うんうんうん、すぐ忘れんのよね、幸せなんて。そうだよ。お邪魔女ドレミみたいになりたいもんね。私、世界で一番不幸な美少女なのよ、みたいなさ、うん、そんぐらいでありたいわ。ネガティブなのかポジティブなのか、どうしたのか分かんない。そうそうそう。あ、これ美味しい。鶏肉なのね。うん。鶏肉感ないよね。そうね。うん、何を楽しくて言ってる最近あんた。毎日楽しみにしてるのは家帰って、はい、翔太と一緒にご飯食べてお酒飲むこと。もちまるちゃんもいて、うん、それを楽しみに仕事してる、いつも最近。なるほどね、うん、ああもう帰ったらあの時間が待ってると思って。そう思える日もあるんだけどさ、うんうんうん、何でそう思えることってあんまないよね、人生において。やっぱりあー疲れた、なんかいろいろ嫌だなみたいな、しんどい日の方が多くない、人生って。まあしんどい日もあるけど、一日の終わりがさ、それ平和だからいいなと思って。まあ確かにな。うん、もちまりちゃんはどう？もちまりちゃんどうなんだろうね。毎日幸せですか、あなたは。最近甘えん坊なのよね。甘やかしすぎなのかな、それとも愛情不足。そんなことないでしょ。
そんなことないよね。そんなことない。うん。裏のおばあちゃんたちとかにもいい風にされたあんた。そうよ。誰からも愛されんじゃん。あんたに。ね。危うく今日2匹目を買いそうになったの。今言う。買わないけど、うん。うん。買わないけどね。ペットショップさ、やっぱ見に行くじゃん。うん。可愛い子たちがたくさんいるからさ。そうなのよね。でもいろいろやっぱお金の計算しだすよね。保険とか、餌代とか。まあそうね。いろいろ考えるとね、ちょっとね。いろいろね。全然高いのよ。あー、おいしい。おいしい。まったりする。なんかさ、ツイッターとかで、うん、なんか付き合ってた人に年齢詐称されてたって言ってさ、なんか27だった人が35だったみたいな、ああ、本当はね。見て、うんうん、で、年の差が確か、どうだったっけな、13か。うんうんうん。で、私が27の時に相手が40なんて信じられないとか言ってさ、そうなの？世間は。そうなの？でもさ、そうじゃない人もたくさんいるじゃんね。俺。そう、まあ、翔太もそうだし、もっと年の差ある、うん、ね、カップルとかさ、うん、それで結婚した人もたくさんいるじゃん。うんうんうん。あんた好きな番組って何なの？好きな番組？うん。マツコの知らない世界。それが一番。あ、待って。え、一番？一番よ、一番。大食いの時の、はい。有吉ゼミ。え、それ一番。あー、待って。もういいよ、過去の酒場を持っても。今、なきでもいいよ。え、そういうこと？うん。そしたら、マシューのベストヒット TV。あー。が一番。藤井隆ね。うん。あれマジで面白かった。いや、うん、なんとなく記憶はあるのよね。うん。あれ、カウントダウン TV ら辺でやってた？なんとなくは記憶ある。でもなんか、夜のなんか11時くらいからだったような気がする。うんうんうん。うん、いや、俺ね、うん。まあ、バラエティ部門ね。だからドラマとか切れないからさ、うん、正直。何で勝手に部門作ったの？で、ドラマとか切れないもん。俺好きなやつは多すぎて、うんうんうん。映画なんてなおさらそうだし。うん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 。でも毎週見るのは、やっぱ早く起きた朝でしょ。ああ、そうね、そうね。いや、なんか、あれよね。まあ、これちょっと、言葉選んじゃうっていう、選ばないで言うと、うん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 、おばちゃんが好き。ああ、わかる。敬意を叩いておばちゃんにして、ちょっとお姉さんとか言い方もあるけど、うんうんうん、そう、ね、お姉さんって言うと、ちょっといろいろわかんなくなるから、ここは今おばちゃんに言わせて。うん。おばちゃんが好き。おばちゃんタレント、ね。そうそうそう。小林幸子とかさ。え、それはもうおばちゃんなの？おばあちゃんじゃない？そうで、そうで。とか。伊藤麻子とかさ、あ、大久保佳代子とかさ、あ、大好き。もうそこら辺も面白いよね。大好き大好き。見ちゃうよね。見ちゃう、うん。大久保さんは見るね。うん。なんかやっぱ下品なこともするじゃん。うんうんうん。下品なこともするけど、うん。なんか誰かを呼ぶときになる、な、あのさ、俺さ、芸人、女芸人さんのさ、うん、お互いのことをさ、名字でさん付けしてるのもいいなって思うの。ああ。距離感あるなっていう見方もあるんだけど、うん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 。なんか敬意があるというか、うんうんうん、大久保さんとかね。そう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 。は好き。うんうん。あとテレビチャンピオン。ああ、うん。テレビチャンピオンは面白かった。テレビチャンピオンはいいよね。テレビチャンピオンマジで見てたな。いやなんかさ、やっぱ今でも大食い番組とかさ、たくさんあるけどさ、やっぱりテレビチャンピオンよね。うん。テレビチャンピオンの大食いはまあ本当面白かった。なんかいろいろやっぱさ、大食いって、うん、なんかまあ健康上には絶対まあ良くないのはまあわかるんだけど。まあまあそうね。うん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 。で、なんか、いろんなさ、大食い番組とかも未だにあるけどさ、うん、やっぱちょっと、量が少ないというか、少なくないんだけど、うん、何やってんのよどういう状況？おまじまるがさ、うん、もういいから、続けて。どうぞ、続けて。気にしてないで。では、テレビチャンピオンの、うん、量が違うよね。うんうんうん。なんか、寿司、100皿みたいなさ、なんか、桁違いなのよ。他の番組と、うん。そうね。で、まあ、その、やっぱり、大食いの番組ってどんどんなくなっていくのよ。やっぱ、まあ、良くないという人。でも、この間もテレ東でさ、うんうん、テレビチャンピオン久々にやってたけどさ、うん、やっぱり本当になんかすごいもの見させられてるなって思う。なんか10キロのものを一人で食いますとか。ああ、そうね。で、それを貫いてるテレ東にも拍手。
マジで。テレ東面白いよ、ね。テレ東はいいね。テレ東の番組面白い。で、やっぱり私たち大食いでこの会社でかくしましたみたいなとこをちょっと見せつけられた。今の時代とか関係なしに、もうテレ東つったら大食いだろみたいなとこを見せられた気がする、この間。そんなに。うん。すごいね。すごいね。すごい。大食いの番組でそこまで深く考えられるってすごいな。さすがです。さすがよ。俺なんて、うん、あ、すごいなくて。いや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 。やっぱテレ東好きじゃん。テレ東好きね。テレ東好きだし、なんか。うん。大丈夫、気にしないで。うん。うん、あと、笑ってこらえてとかね。笑ってこらえてってテレ東？違う、テレ東じゃない。テレ東じゃないけど。え、渋くないみたいなやつを結構見ちゃう。あー、笑ってこられても面白い。面白い。ダーツの旅とか好き。あーね。あれ、行きたいよね、あの、はしご酒。あはしご酒の旅みたいな。あと、あれも好きよ、俺。何秘密の県民ショーとか。あー、はい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 。最近あれ見なくなったね。何あの、日本来たい人応援団みたいな。ああいうのもめっちゃ好きだったけど、うん、最近見てないな。録画だけはしてる。ああ。録画だけはしてるけど、見てない。うんうんうん。結構長いのよ。長いね。2時間くらいあるじゃん。あ、そうそう。最近のテレビ長いの。ね。あれは。なんだろうね。俺1時間くらいでいいんだよね。言うても。うん。いや、違うの。俺は見れるんだけどさ。うん。翔ちゃんが途中で飽きるじゃん。明らかにもう飽きたな、みたいな感じで。もういいよ、みたいなさ、顔するじゃん。うん。そしたらさ、もうちょっともう見れないよね。まあ、口に出さないだけマシだろ。いや、顔に出てんのよ。確かに。ねえ。何、うん、今日何ハンバーグ？え、でもハンバーグだとご飯欲しい。え、ご飯炊いてよ。だって買えない。え、買えばいいじゃん。あー、買っちゃう。買っちゃえばいいじゃん。めっちゃ食っちゃう。え、食べればいいじゃん。何なのよ。何なのよ。いや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 、いいんだけど、やっぱ、酒メインの方がいいのかな。食生活、どうなの？どうなの？いや、変わんないよ、変わんないよ。酒も飲むし、お腹もめっちゃ空いてるし。うん。いいじゃん、両方。うん。で、節制するときに節制すればいいのよ。そう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 。でも、わかんない。言うて、俺らさ、一日の一食目がさ、うん、夜10時とか、全然あるじゃん。あ、全然あるある。でもこんなよ。なんだよ。あ、こんなかと。こんななのに。まあまあまあ、時間帯が良くないね。なんかさ、16時間開けるダイエットってさ、そうだったよ。あれなんでしょ、うん、朝ごはんなんだね。ああ、いや無理よ。朝ごはん食べて、無理無理。で、16時間開けて、また朝ごはんを食べるらしい。いつ酒飲むのよ。え？朝。いや無理よ。だって朝からさ働いてさ夜遅くまでやってさご飯食わないなんて。いや無理だね。何を楽しみに生きていけばいいんだよ俺は。ご飯食べずに寝るとかマジあれ。いや無理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 。健康診断の時とか、うん、もう夜9時以降食べないでくださいとかさ。あー、死んで、しかもさ、なんかそういう日に限って忙しかったりすんのよ。そう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 。だからさ、いや、無理なんですけど、みたいな。なんか、それでさ、じゃあ夕方にさ、お腹いっぱい食べてさ、うん、じゃあ今日は平気だ、とかできないじゃん。できない。結局、なんか忙しかったりしてて、10時、11時にご飯とか食べなきゃいけないから、結局ね、うん。もう食べられない。そうなんだよね。だからもう朝一に予約するもん。健康診断。とっとと終わるように。はい、あー、そういうこと？うん。だってさ、前日の9時から食べないでくださいって言われてさ、その日、その次の日のさ、夕方とかにさ、予約しといたらさ、いや、無理無理無理。もうどうしたらいいのって感じやん。確かに、確かに。もう無理よ、そんなの。うん。予約3時ですとかだったらもう。いや、そうね。あー、ケンタッキー買えばよかった。いや、ポイントもらえんの？ポイントもらえる。ほんとうるさい、あんた。ポイント、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 ポイント。で、それで、だって、よかったなって時あったでしょ。報われたな、報われたじゃないけど、そんな大きいことないけど。まあ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 。ポイントがあってよかったな、みたいな。なんじゃ、ね、まあ、いいと思うけど、なんか出かけるたんびにさ、うん、ここ、20% 返ってくるから。ここ、5% 返ってくるから。きめえ。きめえ、やだ。ポイントついてるからちゃんとチェックして。やだ。めっちゃケチなやつじゃん。え、ケチじゃん。え、違うじゃん。それはキャラじゃん。ちげえよ。違う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 。キャラじゃん。動画で、あ、ケチキャラで、普段が、うん、え、でもさ、俺めちゃくちゃケチだと思ってないよ、自分のこと。え、ケチよ。
え、ケチじゃないと思う。だってさ、お金使うときめっちゃ使うじゃん。え、だって、まあ、使うときは使うけどさ、うん、毎回、居酒屋とか飲みに行ったときもさ、俺がビールでさ、翔ちゃんが。それもネタじゃん。ネタじゃないよ。じゃあ、ビールあんた頼んで。あの、ちゃんとに、意識してやってるのか分かんないけどさ、うん、毎回俺がビールって翔ちゃんがレモンサワーの時、こうやってなんかさ、計算してるふりしてるのよ、毎回。そうだよ、だからそれがネタじゃん。ネタなの？別に誰も見てないから。だからってさ、じゃあそれ以降にさ、ずっと、あの時さ、でもあれよ、お会計終わった後もずっとそのこと言ってっから。ずっとじゃないでしょ。うん、ずっとじゃないでしょ。いや、ずっと言ってる。その一言だけじゃん。ネタじゃん。本気でさ、こっちが元取りたいとか思ってないよ、別に。バーカ。悲鳴なまで。うわー、バカって言われた。だってさ、違うじゃんよ。誰かとさ、旅行とかいろいろ行った時にさ、別にさ、そういう時はね、一切言ってないじゃん。いや、じゃあ俺と一緒に行った時もうちょっと立ててよ、俺のこと。あら、何？そんなケチじゃなくね？じゃあ、クリスマスプレゼント期待しちゃうかな。クリスマスプレゼント、だからさ、プレゼントの話もしたじゃん。何よ、だからさ、それプレゼントあげるじゃん。うん。そしたらさ、うん、なんか、それ相応なものを渡さなきゃいけないっていうものが成り立っちゃうわけよ。え、別にいいんじゃない？例えば、じゃあ、まあ、1万円相当のやつを渡すとするじゃん。そしたら、1万円相当のやつを返さなきゃいけないなっていう。え、別に。そう、じゃあ聞くけど、うん、じゃあ、あんたが5000円のやつ渡して、俺が500円のなんか、わかんない。なんか、こういうのをあげたとしてさ、うん、なんもさ、損得考えないでやれる？え、でも例えば、それを、その500円のやつを、俺がめちゃくちゃ欲しいって言ってたやつだったら、ああ、うん、嬉しいと思う。え、本当に？うん。あ、じゃあ、全然。うん、いいよ、ビール2缶とかでも全然嬉しい。そんなんでいいのかよ。じゃあ毎日がプレゼントしてんじゃん。いいこと言ったと思ってる。ね、それ。毎日がスペシャル。竹内まり。そういうの絶対損得とか思わない人なの？いや、多少思うでしょ。多少思う。そう、だからそれがしんどいなって思うの。仲いい中で。うんうんうん。いいじゃん。それも言えばいいじゃん。俺こないだこれプレゼントしたのに翔太はこれなのねとか別に言えばいいじゃん。でそれをケチだなんだっていう言葉に処理されるんだよ。だってケチじゃん。え、ケチって言われるの嫌なの？だからケチっていう印象が良くないから。ケチってじゃあさ、Google とかで。節約家ですね。そんなしてない。そんなしてないの？え、でも何？嘘？信じらんないんだけど。え、だってポイントのことは言いすぎよ、本当に。え、ポイントだけじゃん。だからといって別にさ、このところがいくらだから高いからとか、僕、別にそんな飲み屋で選んでないし。しょっちゅう飲み行ってんのに。じゃあなんて言ってほしい？え、なんか。じゃあなんて言ってほしいの？わからん。言ってあげるよ。いい、もういい。まあ、節約かってことで。まあまあ、いいよ。何何？節約家も嬉しくないもん、別に。なんでよ。普通だし。普通じゃないよ。得をしてるか損をしてるかじゃん、ポイントなんて。え、絶対出す？コンビニとかで。絶対出す。Dポイント。だって1ポイント1円とかだからさ、うん、で、あんた、でも溜まったポイントって使ってる？俺使わないんだけど。なんか T ポイントとかもずーっと溜まりっぱなしな気がする。で、多分何年か経って勝手に、消えてる気がする。あ、うん、そう、ちょこちょこ使うようにしてる。おー、偉いね。うん、そういうとこ偉いよ。じゃあ逆にポイントを貯めない俺かっこいいみたいなの本当にダサいからやめて。え、かっこいいとかも、いや、何え、大丈夫か？持ち回る。引っかかったね。ね。うまく生きるよ。